サンルイジデイ・フランチェージ教会は、ローマにある、ローマカトリックの昭和シリカで、名義教会であり、ナボーナ広場の近くにある、聖母マリア、聖土に、フランス王政類級制に捧げられている。1518年から1589年にかけて、ジャコモデラ・ポルタが設計し、ドメニコ・フォンターナが完成させた。建設にあたっては、 カトリーヌ・ドメディシスが建設場所の土地を寄付するなど、個人的に支援している。ローマ在住フランス人の国民教会である。ティタラス・エス・ルデビーチ・フランク・オラム・デアーバイの現在の数奇教は、アンドレ・バントロワである。898年、サラセン人がファルファ修道院を焼いたため、避難民の一部がローマに移住した。ローマに移り住んだ修道士らは、 修道院長ラトフレッドズが修道院を再建しても戻らなかった。10世紀末にはファルファ修道院はローマに教会や住居や風車やドウ畑を所有するようになっていた。神聖ローマ皇帝夫をサンセリは998年3つの教会の所有を確認している。1480年ファルファ修道院が資産をメディチ家に引き渡したとき、 サンタマリア教会を生類教会に改称した。数期教、ジュリオ・デ・メディチは1518年、フランス人コミュニティのための教会の建設を、寺院でチェナビタに委任した。1527年のローマ略奪で建設は一時、中断したが、1589年に、ドメニコ・フォンターナが完成させた。 内装は1749年から1756年にかけてアントワーヌ・ディライザイが改装している。プエタブリシマンツデラ、フランスはローマやローレットという財団はローマのフランス系の合教会やローマとロレートにある共同住宅の建物を管理している。この財団は中馬地管フランス大使が指名した管理代理人により運営されている。ジャコモデラ・ポルタはファサードの設計を 本体の構造とは全く独立した装飾の設計として行い、この方式が後に広く採用されることになった。フランス風の特徴はファサードにも現れており、フランスの歴史を思い起こさせる彫像がいくつか設置されている。例えば、カール・大帝、テイ、セーオールイ、セイ、クロティルダ、セイジャンル・ド・バロアといった人物の像がある。内部にも、 シャルル・ジョゼフ・ナトワールが描いたフレスコ画で、聖類旧世、聖土に、クロビス一世の物語を表している。ドメニキーの作の天井がドメニキーのが、聖世セシリアを描いたフレスコ画があり、彼の代表作の一つとされている。他に内装に関わった芸術家としては、ジュゼッペ・チェザーリ、フランチェスコ・バッサのいるジョバンニ、ジローラ・モムツヤーの、ジョバンニ・バリオーネ、シナロンテ・ダセル・ミネタ、 ヤコピーノ・デル・コンテ、ペレグリーノ・ティバルディ、アントワーヌ・ディライザイラがいる。しかし、この教会で最も有名な絵は、コンタレ・ディ・礼拝堂にある一連の絵であり、バロック絵画の先駆者カラバッチオが1599年から1600年に、聖魔隊の生涯を描いた絵である。聖魔隊の照明、聖魔隊と、天使、聖魔隊の巡教の3枚がある。 この教会には、高位聖職者やローマ在住のフランス人が埋葬されている。例えば、ポーリーン・デ・ボーモントは1805年に、ローマで結核のために亡くなり、恋人だったシャトーブリアンがこの教会に墓を建てた。他にも経済学者のフレデリック・バスティア、ルイ15世とルイ16世の在ローマ大使を務めた、スーキ教、フランソは、ヨアキムで、ピエール・デ・ベルニスラの墓がある。 教会に隣接して、バロック建築の三類自邸フランチェージ宮殿がある。1709年から1716年、フランス教団の回復と資金のない巡礼者のために建てられた。玄関にはキリストの教像があるが、その顔は古くからチェーザレ・ボルジアの顔と言われている。内部には、フランスの歴代の王の肖像画が飾られたギャラリーがあり、有名な音楽堂もある。 ありがとうございます。